ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車が BMW X6M、 こちらをご紹介させていただきます。2016年式14,500km の車両になります。はい、でまずこれ何がいいって、色これすごくないですか。いいよねこれ。ロングビーチブルー。そう、はい、なんか M2 スタートの、そう、もともと M2 のイメージカラーのような存在でしたね。はい、なんかこう青と言うべきか緑と言うべきか、うん、ちょっとなんか難しいこう表現の。そうですね。ただなんかこう SUV、まあ、この車の場合 SAC ですけど、そうです、はい、ちょっとこの SUV で珍しいこの感じじゃないですか。うん、だいたい SUV ってなんか白黒シルバーちょっと定番かなみたいな感じですけど、そうですね、青いこの、要は SUV スタイルの車って割と少ない。少ないですね。イメージとして湧くのはやっぱりレンジローバースポーツ SVR とか X6M とか SUV 系でもこうスポーツ系に振っている車っていうのはやっぱり意外と似合うのかなと思いますね。そうなんですよ、似合ってるんですよね。うん、似合ってるんですよ。びっくりなんですよね。だから、ね、これだから違う SUV とかでするとちょっと浮いちゃうかなっていう感じなんですけど、はい、なんかこの X6M だとなんかぴったり色がはまってるというか、はまってますね。はい、むしろこの車のためにできた色なんじゃないかって言っていいぐらい、ね、はい、そのぐらいちょっとマッチしてるボディカラー で、ね、はい、で外観の衣装からいくと、はい、もう本当に BMW のその、うん、他のモデルと共通というか、はい、うん、もう歴代のこの流れを踏襲したデザインで、このドニーグリルとあとヘッドライトなんかもそうだし、あとはちょっとその撮影前に少し話が出ましたけど、はい、バンパーのこの衣装、うん、僕的にはもうちょっとこうアグレッシブというか、はい、スポーティーな方が、うん、特に原稿がちょっとこういう顔つきじゃないですか。そうですね、ラットなんかが、だからそれを見るとちょっとここが大きすぎて、うん、ちょっと寂しいかななんて思ったんですけど、うん、そうですね、なんか結構その空気抵抗的な、そうですね、多分いろいろ考えがメーカーもあるんだと思うんですよね。まあ、X5 もそうでしたけど、この意外とこのフォグランプが BM って好きじゃないですか。まあまあ最新新しい X6 系はもうついてないですけど、なんかそれがこう好みの分かれるとこかなとは。なるほど、この辺がちょっとそうしっかり LED にもなってますけど、そうですね、はい、あとどうしてもこの厚みがあるんで、あんまりこうダクトを大きくしすぎると、はい、ちょっとその空気抵抗になっちゃったりとか、それはありますね、もあるんじゃないかななんていう話をちょっとしましたけど、はい、で現行と違ってちょっとこのシャッターなんかもないんで、余計ちょっとこの辺のデザインが、はい、多分バランスをとって、はい、そんな感じになってるんじゃないかなっていう。ただもうやっぱりこう BMW のちょっとスポーティーな顔つきがやっぱりこの SAC でも、うん、SAC でも、はいはい、ちょっと再現されているというか、うん、らしいですね、らしい顔つきになってます。はい、そして横行きましょうか。うん、はい、横に行くとこの21インチのこのスポーティーな、はいはい、本当スポーティーですよね。いや本当そうですね。うん、このガンメタリックと前面のこのダイヤモンドカットですかね。はい、そうです、ホイールと、はい、でこの巨大なブレーキと、うん、もうなんかホイールと車が巨大すぎて、はい、ブレーキがあれそうでもないかななんて思っちゃうんですけど、うん、でかいですよね。ローダー相当でかいですね。395パイ、はい、だからもっと言うとこのフェンダーカットだともう1インチ純正で上げてもいいんじゃないかっていうタイヤホイール、はい、違和感なく収まっちゃう。こんなにでかいのにでかく感じないっていうのはすごいですよね。すごいね、車でかいですもんね。そうです。でいろいろ空力的にも考えられてて、うん、こっちは空いてないけどこっちが空いてるんですね。こっちが空いてますね。でしっかりこの辺もただ空いてるんじゃなくてこう、うん、こうちゃんと取り込むようになってて、そうしっかりですね。だつい先日お伝えしたその M3 と同じちゃんとここから抜くダクトのデザインになってて、はい、うん、はい、でミラーなんかもちょっとこう、はい、セダンクーペと違ってちょっとこうシャープさは少しマイルドになってますけど、はい、しっかりこの M な形のミラーになってて、ね、この辺ちゃんとしてますよね。はい、これ普通のミラーとかにしちゃわないんですねやっぱり。うん、そしてまたすごいのが、うん、何ですか、もうこっから上とこっから下のこの温度差というかバランス、はい、はい、もうこっから上だけ見たらなんかグランクーペみたいな感じじゃないですか。そうですね、この傾斜もそうですけど、はい、この窓の形といい、うん、で下はしっかりこの SUV というか、そう、はい、四駆のなんか、うん、バランスとんでもないところでバランスが取れてますよ ね。だからよくよく見るとドアすごいこの高さがあるじゃないですか。はい、このガラスの対比ですよね。でも全体的に見てこうパッケージされた出来上がった完成を見るとちゃんとバランスしてるっていうのが絶妙ですね。本当になんかでっかい M6 グランクーペみたいな、本当そんな感じですね。はい、そして後ろに行くと後ろも同様に21インチの、はい、ホイール、サイズがすごいんですよね。これすごいです。325っすよ、はい、純正で本当ですよ。
これえらいこっちゃになってますね。ね、幅もそうだし、32530でしょ、はい、これじゃあインチアップしたらもっとってことですか。でも335とか、はい、スーパーカーじゃないですか。スーパーカーです。もう これですでにスーパーカー上回っちゃうんじゃないかぐらいのサイズでしょ。だって、ね、はい、はすごいですよね。またこの造形もこのプレスラインとかも、うん、こうへっこんでこう、うん、はすごい造形しますね。すごいよね。すごいしか出ないね。そして後ろに行くと、後ろちょっとテールランプ結構シャープですね、はい、ちょっと横の赤のテールランプと、うん、あとこの辺のトランクスポイラーがついてて、はい、なんでしょう、ここからこの辺は本当になんかセダンとかクーペの、うん、ちょっとデザインっぽいんですけど、この高さが、そうですね、ギャップがすごいですよね、うん、こんな感じになってて、であとはもう4本出しのこのマフラーと、はい、なんか、はい、私個人的にはまあ、当然車好きなんですけど X6M ってなんかねリアのこの形状ってすごくいいなと思ってて、なんだろうな、なんですかね、この辺も多分効いてますよね。そうそうそう、その辺が多分効いてるんですよ。その辺とリアディフューザーのバランスっていうんですかね、なんかもうすごくこういう、うん、はい、なんだろうな、なんかこうちゃんとお尻がシュッとしてますよね。してます、してます、ボテッとしてないというか、うん、だからこうそうなんですよ、ちょっと間違えると丸っこい感じになっちゃうので全体がこうポテッとして見えちゃうんですけど、そういうことなくなんかこうなんていうのエッジが効いてるというか、うん、はい、ちゃんとなんかこのスポイラーの これとか、そうですね、ちょっとしたこのここの段差とか、うん、このちっちゃさでなんかすごくまとまりが、うん、あとはねこうナンバーベースっていうかこの処理、こういうところですよね、テールレンズに沿ってこうプレスっていうかこうオートとか入ってるじゃないですか、こういう感じですね。ここの造形もすごいですね。いやすごいんですよ。だからこれよくよく見ると X6 のボディってすごいですよ、形が。それでさらにこう M のエアロがついてるわけじゃないですか。で全体的にこんだけまとめてるって、まあ、BM すごいですよね。まあ、今でこそ GLE とか、はい、まあ、この手のこのスタイリングの車って増えましたけど、一応走りというか、走りですね、はいはい、ここから結構流行ってった感じですよね、うん、そうですよ、 GLE クーペそうでしかりですし、カイエンクーペそうですし、いろいろねこれに続けっていう車が出てきてますけど、でもやっぱり X6M ってこのスタイルの中ではダントツに凝ってますね、うん、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、これがなんとびっくり、なんとびっくり、そうソフトクロー付きっていう、そうなんですよって言っても、うん、今こう X7 が出ちゃいましたけど、はい、それまでは一応もうトップグレードというか、そうですね、はい、一番上の車じゃないですか、はい、なのでこの辺も当然の方についてるんですね、そうですね、そして内装がめっちゃ豪華じゃないですか、すごいいいですよ、だってまずドアとか全部レザーですよ、全部レザーです、これ標準なんですよね、これ標準です、結構3、4系だとこうオプションのレザーパッケージなんかが、はい、もうこの辺だと標準でつけなくても、つけなくてもっていうか標準でもうレザーになってて、はい、全部、ここはね、ここは、うん、ここは違うんですね、ここから上が全部レザーなんですね、なるほど、でカーボンの、はいはい、パネルがついてて、ちょっとサテンのシルバーですかね、そうです、はい、こんな感じの、うん、でスピーカーもバングがついてて、はい、はい、でダッシュボードなんかも全部レザーじゃないですか、うん、はい、めちゃめちゃ豪華じゃないですか、いいですよね、高級 SUV です、だから言ったらだから本当に M6 グランクーペのその背が高いっていうのはあながちちょっとこう間違いじゃないですか、うん、いや間違いじゃないと思いますよ、はい、表現として割と合ってる、そうですね、そしてシートなんかもちょっと形が M X5 とか X5M なんかとちょっと共通の、ね、そうですね、はい、こうヘッドレスト一体のちょっと厚みも結構ありますか、うん、ありますよね、はい、ちょっと包み込むようなデザインの、うん、ちょっとあんまりないデザインですね、独特ですね、はい、ね、うん、なんかこうステッチとかこう 縦ラインのこうステッチが多用されてる、はい、そんなシートがついてございます、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、ちょっとあと気になる部分としては多分この床の高さだと思うんですよね、うん、どのぐらいですかね、結構ありますよね、大人の膝ぐらい、ね、はい、だから別にこう男性の方であれば全然多分
大丈夫だと思うんですけど、女性の方とかだとさすがにこう大幅開いて乗ったりとか、そうですね、あとはお子さんとかだとちょっと高さ感じるかもしれない、感じるかもしれないですね、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、しっかりスカッフプレートは X6M のこのステンのプレートになってて、マットも M のマットになってます。でシートはもうめっちゃラグジュアリーですね、はい、サイドサポートも、はい、いいですね。ちょっとクッションは柔らかすぎず硬すぎず、うん、はい、背中もそんなにホールドは、はい、うん、されないですね。そんなにホールドされないですね、はい、いや僕的には柔らかいなと思います。もうちょっと硬い方がいいですか。もうちょっと硬い方がいいです。でも多分 BM なんでこれ細かく調整すると、あー、多分、なるほど、はい、調整はかなり細かくできそうですね、はい、も特に運転席は、はい、できそうです、うん、それで合わせてくれという感じでしょうね。なるほど、これ膝裏伸ばせるのいいですよね。これがですね、すごく楽です。だいぶいいですよね、はい、はい、こんなシートになってます、うん、でステアリングはこんな感じで、はい、この辺も他の M モデルとなんかこう共通の一応というか、共通ですね、はい、はい、M のロゴが入ってて、うん、この3色のステッチと、はい、M ステッチ入ってます、はい、でちょっと太めの、はいはい、でこのパドルとマルチファンクションと、うん、はい、でメーターがこれちょっとこうアナログとデジタルの融合みたいな、そうですね、そんなメーターにちょっとオンにしましょうか、はい、はい、こんな感じで、うん、ここの下半分がデジタルなんですかね、うん、そうです、はい、うん、そしてあとはこの辺ですか、はい、はい、ナビ周り、うん、そこにしましょうか、はい、まあ、この辺はもう他のモデルとも共通ですから、ね、共通なんで、はい、でこれ前期型だとタッチではないんですよね。はい、違います、はい、まあ、表示関係はおおよそは多分一緒だと思うんですけど、うん、はい、はい、タッチパネルじゃなくてこっちで操作するタイプの、うん、そうです、はい、ただ慣れると使いやすいですね、はい、うん、この辺も使えるんですよね、確かに、そう、はい、はい、手書きなんかも使える、そうです、はい、ついててエアコン関係はこんな感じで、うん、はい、はい、でシートヒーターが、うん、はい、ベンチレーションとかはない感じですね。これはないですよね、ベンチレーションは。なるほど、うん、そしてここが割と結構容量ありますね。はい、容量ありますよ、はい、うん、灰皿とドリンクホルダーと、はい、はい、シガーと、うん、はい、でこの辺もしっかり全部カーボンで、はい、はい、であとはモード切り替え、うん、はい、それぞれエンジンと足回りとステアリングと、はい、はい、であとカメラ関係、カメラちょっとつけてみましょうか。多いですね、はい、こんな感じで、うん、はい、これは、うん、前だけですか。前だけですね、はい、はい、でバックに入れたら、うん、はい、はい、バックと、うん、その後、そうです、はい、であとはアームレストの中はこんな感じで、あ、割と結構この辺も容量ありますね。深さがありますね。さすが車が大きいだけあって、はい、はい、で定番の USB と AUX とこんな感じの、うん、そして上に行くとピラーはこの定番のアンソロサイトの黒いファブリックで、はい、はい、あ、ちょっとパイザーはちょっとファブリックにしてほしかったですね、はい、贅沢ですね、はい、これが何、はい、て言うんですか、はい、ビニールのこのプラスチックというか、はい、寂しいですね、すいません、贅沢言ってすいません、はい、本当です、買ってください、はい、そして ETC 一体のミラーと、うん、はい、ちょっとこれ今僕のカメラだとフリッカーってパカパカしちゃってますけど、はい、少しこれルームランプ青くなってますね、うん、ちょっと 青白く、はい、なんか調べたら社外品のやつに、うん、はい、中身が交換されているということで、そうですね、土方さん的には、うん、こうあれ、あれ黄色くねみたいな感じじゃないですか、なんかちょっと、はい、ここ白い方がいいですね、はいはい、これはご相談いただければ変えられるんじゃないでしょうか、はい、はい、こんな感じの内装になってます、はい、あとペダル、はい、あとなんですか、バングがね、バングついてるとこれって出てくるやつですか。出てきます。これはロックすると、はい、今ちょっとオンにした直後なんで出ちゃってますけど、はい、そうですね、はい、こんな感じの出てくる、はい、うん、まあ、アウディもそうですけど、はい、なんかこうただ変わってるだけじゃなくてこういうちょっとしたギミックあると、うん、気持ちがこう、はい、いいですよね、気分高まりますよね、はい、そんなセンタースピーカーもついてて、はい、でペダルは車でかいんでまずこのフットレストがでかい、でかいですね、
でペダルレイアウトに関しては割と自然です、うん、はいはい、アクセルも割とこっちですね。意外と X6 ってセンタートンネルの飛び出し気にならないですよね。確かにそう言われるとそうですね。ですよね。ここそんなに出てない。出てないですよ、はい、なぜかというとここがもう最初からでかいので。そういうことですね、はい、ここが細いとねこう飛び出してる感が出ますけど。確かに足元が全然こうレイアウトが、うん、はい、飛び出しとかない。そして今気づきましたけど、はい、ここも全部レザーなんですね。はい、今気づいたんですか。いや、ここまではわかるじゃないですか、はい、あるあるじゃないですか、うん、この下もしっかりレザーでステッチも入ってて、ね、今気がついたんですか。はい、今気がつきました。遅いですね、はい、させん、はい、あ、じゃあ結構な部分レザーじゃないですか、うん、はい、やっぱり高級 SUV ですよ。ですよね、はい、ここはさすがに違いますよね。違います。ここは違うけど、ここから上が、うん、はい、全部レザーと、うん、はい、しかもこの辺も凝ったステッチになってるじゃないですか、ね、なってますね。でヘッドアップディスプレイもついてて、うん、え、本当にちょっと高級っすね。なんか高級ですね、はい、そしてさすがにちょっとこう、うん、視点の高さは感じますはい、はい、ちょっと高いところからこう見下ろしてるなっていう感じは感じますね、はい、はい、こんな感じの内装になってます。はい、はい、じゃあ続いて後ろを見てみたいと思います。はい、っていうか前の時もそうだったんですけど、ドア重くないですか。ドア重いですね、まあ、でかさもあるからですかね、はい、だと思います。なんかクーペとか、うん、ちょっとその辺の車のドア開けてる感覚なんですね。グイッていうのがちょっと剛性ありそうな感じの、うん、だってこうやってカメラマンさん全体映ります。こうやっぱりでかい高さ、そう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 、やっぱりねありますね、うん、そしてリアは結構広々な感じですね、うん、割と余裕のスペースじゃないでしょうか、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、あ、さすがにちょっとここの天井の低さ感じますね、うん、乗り込む時は。そう、乗り降りの時にこれは本当クーペ乗ってる感じの。そうですね、はい、本当にグランクーペのリアのこの乗り込みですね、うん、僕175ですけど、はい、結構首かがめないと乗り込めないです、はい、ただ入っちゃうと、うん、やっぱり、あ、これはいい感じですね、はい、はい、いい感じです。さすがにちょっとこれ天井の低さも少し感じますね、はい、ただ全然スペース的には、うん、あとはちょっとこのリアのこの何ですか、この傾斜してるんでちょっと圧迫感が少しありますけど、うん、この中に関しては広々、この辺はもう、うん、ここが一番高いんだね。でこっからもう下がってきちゃってるから、ね、後ろの人の視界にこう下がってる感じが見えちゃうので圧迫感がちょっとあるかもしれないですけど、でも決して窮屈な感じはしないです。こっから下がってんですね。そう、なんかその感じだね、こうやって見ると、うん、 B ピラーのちょっと後ろあたりが一番高くて、もうここから下がってきた感じ、イメージがね、こういう感じですね。結構だからこの手の SUV でも、うん、この辺から下げてる車とか、うん、バラバラですけど、うん、はい、こっから下がってんです ね、 そうですね、確かにもうここで傾斜ついてますね、はい、であとは後ろからの視界はこんな感じです。さすがにちょっとヘッドレスト一体のこのシートなんで、はい、ちょっとこの前の前方の視認性は正直良くないですけど、はい、そうですね、ここが幅広く抜けてるんで、うん、開放感はあります。はい、開放感ありますね、はい、でここに、うん、はい、ちょっと、はい、ここちゃんとシルバーになってるんですよ。なってます。同じですよね、全部ね、サテンのシルバーで。この辺ちょっと、はい、はい、収納がついてて、うん、はい、後ろの装備的には、うん、エアコンの吹き出し口だけが、はいはい、操作はできないんですね。そうです。あとちょっと小物ヒート、はい、あ、でシートヒーター、しっかり当然のようにシートヒーターもついてると、はい、シガーもついてて、はい、はい、でアームレスト、アームレストも、うん、はい、あ、なるほど、ドリンクホルダー、はい、ドリンクホルダーと、はい、で小物入れ、なるほど、はい、はい、でこっちは4-4なんですね。そうで、はい、これは使いやすいですね、あのメルセデスと違って。なるほど、はい、424ですね、はい、シートのセパレートなんで、うん、そのままトランクへのアクセスもできて、はい、はい、でも足元だったりはもう本当にゆったりですね。全然、はい、はい、余裕な感じです、うん、はい、あ、シートこれここで切れててちょっと小物入れみたいになってるんですね。一応なってます、ここに、はい、なるほど。でもドリンクホルダーじゃなくてドアポケットがでかいんですよ、後ろも。あー、はい、確かにでかい。だから意外と BM の割にはリアの
ことを考えてるのかな。美容の割にやったら失礼ですけど、なんかドライバー優先というイメージがあるから、これ、ね、これ全然大人4人乗っても、あ、全然いけますね、はい、全然くつろげますね、はい、あ、全然リアのシートのホールドはそんなにでもないですけど、うん、はい、ただアームレスト出せば、そうですね、はい、大人4人だったら全然普通に、うん、でもかえってこの方がいいです。ああ、うん、でここが座ってみるとここ意外と柔らかいんですよ、クッションが。ここのとこですか。はい、あ、確かに、うん、だから結構は体が入るって言えば入ります。確かにこことここ全然違いますね。そう、硬さが全く違うんですよ。確かに、うん、だからこういうところってメーカーはちゃんと考えてるんだなと思って。そう、そういうのほら、そっち感じないじゃないですか。感じないです。僕と違って鈍感なんで、贅肉がありすぎて、そうなんですよ、はい、ちょっと手で触るまでちょっと感じられないんでだからこう座った時にフッて腰と背中入るでしょ。あ、柔らかそうですね。気持ちいいですよね。だからこんなもんでいいんじゃないかなと僕は思います。なるほど、うん、こんなリアシートです。はい、はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います。はい、当然のパワーテールゲートで、はい、そうですね。さすがにちょっと高いっすね、うん、ね、結構 この高さとほぼ一緒ですもんね。はい、だちょっとこう乗せるのはちょっと大変かもしれない、うん、ただ開口部がどでかいんで、うん、まあ、音男性の方であればいろいろこう便利に使えるんじゃないかなって気がします、はい、うん、あ、でこれちゃんとこうなってるんですね。はい、なるほど、トレーもちゃんとついてて、はい、はい、でこの下に少しスペースがありますね、はい、あ、結構余裕ありますね。あ、そうですか。はい、いろいろしまいますね、うん、これで、うん、でもここの高さはねありますけど、こことやっぱり荷室がフラットに近いっていいですよね。出し入れ楽じゃないですか。確かに、はい、この深さからまた上げて下げてっていうのは相当辛いので、特に女性の場合は。なるほど、はい、これすごく効果を持てると思います。そして今回ありがたいのは、はい、うん、この辺なんかも活用してもらえば、はい、そうなんです。バンパー傷つけずに、はい、そうです、はい、はい、いろいろできるんで、これレザーですか、うん、どう、合成ですかね、合皮ですか、はい、でもなんかちょっと高級感もあって、うん、はい、なんか雑な言い方になっちゃいますけど、面倒くさければこのままでもいいですしね。あ、なるほどなるほど、はい、でこうやってすぐ使ってもらえれば、そうなんです、これでいいと思います。はい、でシートも当然倒れるんですもんね。倒れます。これそしたら、うん、結構どころじゃないっすね。いや相当な容量ですよこれ。ゴルフバッグ、うん、だからもう3つ積んで、はい、大人の方3人でゴルフとか、まあ、全然楽勝ですね。さすがにシート起こしちゃうと4つはきついですよね。いけるんじゃないですか。いけますかね、うん、だってそんなにこれだけの深さ自体はもう十分あるので、これで、でも全然いけると思いますよ。いけるでしょこれ。いけますかね、うん、でもさすがのこのボディサイズのやっぱり大きいトラックは結構魅力的ですね、うん、そうですね、はい、うん、でこの辺の高さなんかも変えられるんですよね、はい、変えられます、はいはい、これ一番今マックスに上がってる状態ですか。はい、一番上がってる状態ですね、はい、2段階かな。なるほど、あ、もっと細かくあるんだっけ、うん、カメラマンやたらと詳しいっていう、はい、そんなテールゲートになってます。はい、はいはいはい、じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います。はい、よいしょ、はい、エンジンの方が V8 4.4 リッターツインターボ、はい、うん、はい、なんかこうレイアウトがちょっと AMG っぽいというか、はい、なんかこのなんかバンクの真ん中にタービン持ってくる設計なんですよね、うん、はい、そうですね。なんか昔ってこう外側にタービンだったんですけど、はい、今こう上に持ってきて、うん、なんかその冷えやすくするのと、そうです、あとスペース的なこともあるし、あ、そうなんですね、なんかコンパクトに、はい、そうできるんですよね、うん、あとなんか配管の取り回しがシンプルになるんで、そう、効率側も効率がいいみたいです、ね、そうなんですよ。だから割と結構その AMG なんかでも採用されてたりとか、うん、最近のちょっとトレンドのホット V マウントだっけ、なんかその、はいはい、タービンのレイアウトになってます、うん、でパワーはもう怒涛の575馬力、おーすごい、もうなんかバケモンじゃないですかもう外観含めなんかもうバケモンじゃないですか、もうね、こうどでかいボディと、うん、もうこの高出力のエンジンと、うん、だって考えてみたら、その、まあ、車外になっちゃいますけど、そのコンピューターとかちょっとブーストを上げて燃焼取ったら簡単に600馬力、650馬力っていう話になっちゃうと思うんで、はい、相当ですよ。でしかもだってこの重たいボディ、うん、なんか2トン400ぐらいあるんですよね。そうなんですよ。それが0100、何だと、
したっけ、4点 4.2 秒0 100 4.2 秒っていう、はい、4.2 秒ですよセダンとかクーペでも4秒台、はい、早いなって感じですけど、そうですね、とんでもない加速をする、実際4秒台って相当早いですからね、はい、でエンジンのこのなんかこう基本設計的には M5 とかと一緒なんですよ、一緒です、だからもう本当にだから M5 の SUV って言ってもちょっとあの語弊がないような、はい、M6 とかね、M6 とか、はいはい、そうですね、ちょっとなんか微妙にいろいろ小変更してあるみたいですね、やっぱりこう SUV のセダンにあたって、はい、なんですけど、まあ、基本的にはそんなイメージでもあながちちょっとこう外れじゃないというか、はいはい、そんな車みたいです、うん、そしてエンジンルームつながりでいくと、うん、しっかりこの車でも、はい、この樹脂の先端になってるんですね、そう、だからもう重量ありますけどできるだけその辺はやっぱり考えて作ってるんですね、考えてると思いますね、でどうしてもフェンダーの位置も高いからメーカーとしては軽くしたいじゃないですか、当たり前ですけど重心は下に落としたいんで、なんとびっくり、金属じゃないフェンダーって、うん、はい、エンジンルーム本当に補強とかすごいですよね、いやすごいすごい、こんなもう早速カバー取っちゃったんですけど、はい、あのカメラマン含めて3人の大好物なんで、ちょっと今こう外して皆さん見れるように、デザインもまたかっこいいんですよね、この補強もちゃんと理にかなってパルクヘッドからつなげてます、このフレームもだってここからボルト止めじゃないですからね、うん、そうフレームから生えてて、でもう一本だって普通の車みたいにこの下のフレームも生えてるわけじゃないですか、はい、ですごいですね、エアーはそのまま、はい、これインタークーラーですよね、そう水冷の、水冷のインタークーラーが入ってて、うん、ちょっとだから車詳しくない人から見たら、うん、ちょっと変わった形の SUV だなって感じですけど、はい、これちょっと分かってる人が見たらとんでもない車作ってくれたな、とんでもない車なんですよ、はいはい、もうだんだん僕も BMW のやり口は分かってきましたよ、はい、こういうことをやるんだなっていう、そうですね、 X3M の時もびっくりしましたもん、うんうん、あれもだからもう乗るとびっくりしますね、これ M3 じゃんと思って、うん、そう、だこれもそれが当てはまる、うん、とんでもない車です、うん、で X3 つながりで言えばもう M40D とかもすごい出来いいからね、あ、そうなんですか、すごい、うん、ちょっと乗ってみたいですね、はい、じゃあ続いて転倒周り見てみたいと思います、お願いします、続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います、お願いします、行きましょう、行きましょう、はい、うん、動くとまたでかさ感じますね、そう、あ、でもでかいか、でかいです、そしてやっぱりいいのはこのシートのこの調整の幅の広さですよ、うん、めっちゃ絞ってこうガチガチのホールドにもできるという、はい、そうなんですよ、あ、これヘッドレスト一体ですけど角度変えられるんですね、あ、本当、はい、すごいね、こんな感じで、うわ、これちょっと SUV の加速 G じゃないですね本当だね、これはすごいわ、っていうか、うん、視界高い、うん、めっちゃ高い、なんだろうこの視界高いのに、うん、内装とか加速とか、うん、スポーツセダンじゃないですか、そう、不思議な感じ、不思議な感覚しますね、うん、これ床の高さと、うん、はい、視界の高さと、はい、助手席からの視界はこんな感じです、で比較的フロントガラスも寝てますもんね、そうなんですよ、いやーレザーのダッシュいいな、
乗り出してすぐで申し訳ないんですけど、はい、気に入らないとこありますね。何ですか？ワイパーが見える。確かにこれしまってほしいですね。しまってほしいです。なんかちょっと嫌だな。確かにこのボンネットよりしかも出ちゃってるんですよね。そう見えるし、助手席の方があからさまでしょ。そうですね。ね、まだ運転席はこのパネルがあるからまだいいけど。確かに、うん、でもこれ大好きです。これいいですね。これいいです。これ、ほら、ああいいですね。これこういう演出重要ですよね。重要ですよ。すごくいいです。あとは、まあ、室内に、あの、室内というかピットでその排気音聞いた時もそうですけど、うんうん、こんなにもなんていうんですか、うん、他のメーカーとこの V8 サウンドが違うのかと思っちゃったんですけどね。あのドロドロしなくて綺麗な。そうなんですよね。はい、本当なんかもう言われなかったら V8 って分かんないぐらい、そうですよね、ドロドロ音がないですよね。そう本当そう、うん、これはでもちょっと好みが分かれるかもしれないですね。 V8 っていうので、うん、こう先入観でこうドロドロを期待してると、うん、はい、ちょっとこう物足りなく感じちゃうかもしれないです。僕はでも逆にこの、はい、軽やかに回る感じがちょっと好感持てましたけど、うん、はい、なんかその海外 の、 その X6M のレビューがそもそもあんまりなくって、いろいろ探したら海外 の、 その YouTuber の人がなんかそのこれレビューしてるのあったんですよ、はい、でそのやっぱり言ってました。音がそのもっと大きい音とかって結構、うん、特に海外だと結構なんかその需要があるというか、みんな大きいハイパーモデルだとやっぱりそのパワフルなサウンドを求める人が多いんで、うん、それからするとちょっと方向的に、うん、違うかなっていう。ただやっぱりこのレーシーなサウンドで痺れる人はハマるっていう、うんうん、僕はどちらかというとその BM らしい、うん、BM のなんていうんですか、スポーツカー的な、うん、レーシング的なサウンドなんで大好きです。 BM らしさを求める人はもう大好きです。あ、もう大好きだと思います。 V8 らしさを求めるとちょっとって感じらしいですよ。ですね。でも V8 らしさを求めるんであれば BM っていうメーカーの選択自体が違うかなって僕は思っちゃうので。ああ、なるほどなるほど、はい、まあ、それは BM に求めるのはちょっとかわいそうかなみたいな感じもします。あとはもう一つ言ってたら、うわ、はい、うわ、これはちょっとこのニットオーバーの車の挙動じゃないっすね。ね、もうそれはもうでもいろんなのを見て も、 もうみんな言ってました、うん、もうちょっとその車の挙動が、うん、もう本当に SUV を想像するともう全然違う、うん、そうだよね。これだとハンドリングもそうだし加速もそうだし、うんうん、確かにローンチなんかやった日にはえらいことになるらしいっすね。あ、そうなんすか。へえ。ただ BM のローンチ結構回数制限が確かあるんじゃないですか。ありますね。ですよね。はい。さすがにちょっと商品車じゃもちろんできないですけど、はい、できないですね。化け物スペックです。うん、素晴らしい。どうですか、藤川さん。いや、いいですね。なんか右ハンドルですごくいい感じです。何の違和感もないです。うわ、でこれがトルコンの発想構造なんですよね。そうです。 DCT じゃないんですよね。はい、けどなんか DCT の、 そのドライブロジックの、うん、なんですか、うん、ノウハウがつぎ込まれてるらしいですよ。あ、うん、トルコンだけ結構スポーティーなこう味付けというかセッティングに。そうですね。BM の、トルコンベースのそのパドルでやった時のそのブリッピングとか、はい、僕はすごく好感を持ってますね。悪くないと思います。その辺もだからすごくスポーティーにこう、うん、SUV らしからぬ、うん、SAC ですけど、はい、らしからぬ、はい、セッティングになってるっていうのを言いました。あ、いいですね。いや、音またいいですね。回すとちょっとまた、はい、なんかいいですよね。本当なんかこう、本当なんて言っていいんだろう、とてもいいです。軽やかな、はい、全然スペック的には軽やかじゃないんですけど。そうですね、もう重いし、うん、まあ、エンジンも 4.4 リッターじゃないですか。そうですね。 V8 もう600馬力に迫ろうかっていうスペックのはずなのに、なぜか音は軽やかに、うんうん、
なんかさらにこう、M3 とかの直録の音をなんかもうちょっとパワフルにしたような、そう、なんか乾いた感じの音だししますよね。なんかすごくいいですね。いいとかすごいしか出てないですね、さっきから私とツッチ。だ レビューが雑になってきた、ね、でもなんかこう、BMW というメーカーに僕忖度するつもりないんですけど、なんとなくこう違和感なくこう乗れるっていうんですか、こう気負うところもないし、車が行き過ぎてる感もないしっていうので、すごく好感は持てますね。はい、じゃあここから、あ、はい、土パフォーマンス、はい、ちゃんとシートベルトもしっかり引いてくれるんですね、はい、ゆっくりと。あれ、これ今土パフォーマンスって言いながら僕ジル取っちゃったんですよそんなミスありますやめてください、はいはい、土パフォーマンスがすごいパフォーマンスを見せてくれるってことはドライバー交代です。完全に600馬力近いのとかって僕の、はい、はい、扱える範囲を超えてますけど。そうすか。あれ、ちょっと順々待ってください、これモード切り替わってます。はい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 、オートモード、はい、大丈夫です、はい、あとこっちもちょっとジュ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 だから、うん、パニックになってます、はい、この辺のモード全部ノーマルですか。はい、今は多分スポーツかなんかになってるから。スポーツになってますね。はい、じゃあノーマルにしますか、一回、はい、はい、ちょっとやたらとちょっとアクセルレスポンスがいいなと思って、はい、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。うわ、すげえこれ超余裕のパワー。余裕っすね。余裕ですもん。なんすか、不思議なのが、V8 ターボの怒涛のトルクのくせに音が直力みたいな音っていう。いや、ほんとですね。なんすかこれ、はい、ドロロロって言わないっすね。言わないっすね。ものすごく私個人的に大好きです。え、これすごい。まず、はい、車重感じないっす。そうでしょ。はい、はい、お久しぶりに興奮してますね、スッチ。これすごい。いいですね。これ本当に2トン400感じないですね。そうですね。セダン乗ってるみたい。本当そんな感じです。めっちゃ車高高いセダン乗ってるみたい。はい。視界がいいんで気持ちいいですね。これ、僕、ちょっとまずちょっと落ち着きます。デモカーでカイエンクーペ買ったじゃないですか。はい。カイエンクーペも結構なんかこう、はい、SUV らしからの挙動するじゃないですか。僕乗ったらくないですよ、カイエンクーペ。本当ですか。はい、 SUV らしからの挙動するんですよ、はい、それ超えてますね。へえ。めっちゃセダンみたいな、総セダンみたいな、うんうんうん、そしてまず、うん、こう車線変更とかしても、うん、全然こう SUV のこう船こぐ感じないですね、コンフォートなのに、うんうんうん、これすごい。いや、でもそうだよね、本当に何スポーツクーペとか普通にスポーツセダン乗ってる感覚ですよね。あともう一個言ってたのは、その、まあ、海外の人のレビューで言ってたのはロードノイズは割と大きめっていう、はい、確かにそれは感じますね、まあ、はい、でもそれはもうリアが325でしたっけ。はい、そうです、はい、これタイヤのせいですね。タイヤのせいですよね。車のせいではないです。こんなぶっといタイヤ入ってたらそれは落としますよね。落としますよ、しょうがないです、はい、ただそれもスポーティーにこう好感で受け取れます、マイナスじゃなくて。でも別にうるさいなって思わないですよ。うんうんうん、ロードノイズですしね。そうです、はい、ロードノイズ普通に聞こえますけど、はい、別にポンコツな台履いてうわーっていう感じじゃなく、じゃないです全然、はい、はい、全く問題ないですね。ちょっとモード切り替えていいですか。いいよ。もう全体的にステアリングはもともと重めですけど、はい、あー、でもどうだろう、とりあえず全部スポーツ、もう極端に分かった方がいいですよね、うん、ちょっとじゃあ全部スポーツプラスで、うん、さっきだってドライバーチェンジして、うん、アクセル突き良すぎて、いや突き良すぎてびっくりしましたよあ、でも高速だったら全然このぐらいのアクセルの突きでも大丈夫ですね。一速二速がちょっとね、そうですね、レスポンス良すぎて、良すぎちゃいますね、はい、下道だと。おー、すげえこれ。おお、これ本当にちょっと2トンある車の挙動じゃないですね。ね、本当だよ。ちょっとこれ名古屋環状だからそんなスピードは出せないですけど。そう、出せないですね、ちょっと残念な。ちょっと新東名でぶっ飛ばしたいですね、はい、ね、って言っても120キロまでですけど、120キロで。でもその120キロでこう巡航した時のこう感覚っていうんですかね、そういうのもちょっと試してみたいですね。そうですね、
うわこれハンドリングいいね、なんかめっちゃいいっすよ。車線変更して助手席で分かります、スーってこう、はい、よいしょじゃなくてね、全然視界が良くて、これワインディングみたいなとこもわーいけますね、全然いけますね。で X ドライブなんでやっぱりこう限界高いと思うんですよね、はい、だって100、0、0、100のそのちょうどいいとこに勝手にしてくれるんですよね。そうなんですよ、賢いんで。ちょっとじゃあパドルなんかも、うん、ああいいな、おお、ああいいですね、もう全然怒涛のパワーね、はい、あっという間に60キロはい、はい、これなんだろう、M5、 本当 M5 ですね、車高高い M5、うん、M5 も乗らせてもらったんですよ。 M5 も F10 と90でしたっけ、うん、そうですね、両方乗らせてもらったんですけど、はい、本当にそんな感じ。あ、どうですかこのトルコンベースのマニュアル、あ、ミッション、いや全然違和感ないです、いいですよね、はい、スパンスパン入るし、入ります、うん、いいよね、パドルとの相性もいい気がしますよ。そう、あ、いいですね、はい、いい感じですね、アップダウン、なんか一瞬滑ってる感じというか全くないですよね。ないですね、スパッと入ります、ね、スパッと入ります。いや音いいな、いいですね、はい、これあれかもしれないですね、うん、ちょっと視覚的なものも、うん、ちょっと演出されてる気がします。どういうことですか。っていうのはこうフロントガラスの傾斜とか、うん、リアのガラスのちっちゃさとか、うん、あとこのミラーの形とか、うん、もうちょっとその SUV らしからぬこの演出につながってる気がします。うんうん、さすがツッチ。なんかこうシートポジションとかも。はい。あ、結構下がりますね、しかも。下がります。あ、ちょっと待ってください。はい。動画視聴の皆さん、はい、ザコーマックスのツッチの頭が余裕ですよ。そうですね、あら。いやでもこう乗れますよ。はい、ちっちゃい人になっちゃいました。はい、どうすかこのハンドルの重さもちょうどいいです。あの BM 独特の本当なんかいいですよね、はい、はい、で今これレーンキープ効いてますけど、うん、レーンキープも自然ですね、うん、新しい M8 グランクーペ乗った時はあの、はい、レーンキープもレーンキープでなんかドセンター走らされるんですよ。そう、もう完全に強制されてますよね。そうこれこっちも自然な感じですか。はい、自然ですね、はい、あ、この辺のインテリジェントセーフティーのその辺の装備もしっかりついて、まあそりゃそうっすよね、はい、言うてだって、はい、もう X7 が出るまでのトップグレードなわけですから。はい、いいからですよ。いやー、いいですよね。自己満かもしれないけど視線感じちゃいますねこれ、はい、はい、青い SUV ですよ。そう、あ、間違えた、あ、間違えてないか、はい、はい、大丈夫ですよね。これコーナーも気持ちいいな。いいよね、なんかこんな曲がれるSUV ありますよ。助手席乗っててロール感があまりない。ないっすよね。ないです、ないです。なんかすごくいいです。かといって怖い感じもないし、助手席があんな曲がり方する SUV ないっすよ、はあ、あともう一個言ってたのは、うん、その海外の人のレビューが言ってたのはちょっとその、うん、取り回しがちょっとこう、うん、はい、大変、特に狭い道での U ターンとか、はい、うん、あ、そうですか、はい、なんか BMW、まあ、全般そのロングホイールベース、うん、ショートオーバーハングじゃないですか、はい、はい、さすがにこのデカさがあるんで、ちょっとその取り回しに関してはちょっと、うん、きついですかね。だからその2車線のところで U ターンしてたんですけど、それ、うんうん、結構切り返してなんて。へえ。まあでもそれはもうでもこのサイズになっちゃうともうメーカーとかそのホイールベースとか関係ない気がするんですよね。と思います。全部そうだと思います。ですよね。はい。ちょっといい感じにコーナーを突入していいですか。いいで
ですよ。死なない程度に、はい、嘘です。全然いいです。これ伝わるかな、このハンドルのこのでコーナリング、ロールだからしないんですよ。しないですね。ほぼほぼ気持ちいいです。だからこの何て言うんですか、こうハンドル切ってってもこの切り回したりとか必要ないんですよね、うん、ないです。切ったら切った方向にこう、そう、めっちゃ素直、うん、特にもう僕はあの撮影者持ってきたチョコなんて、はい、余計感じますね。あれはそこまでじゃないですかね。ティグワンはさすがにちょっとそこまでじゃないです。あ、そうですか。こんな動きしないです、うん、はい、これいいな。でも、うん、この怒涛のパワーですけど、唐突じゃないですね、うん、でもそうボガーみたいな、うん、だから乗りづらくないですよね。乗りづらくない、はい。いいなぁ、もういいなとすごいな、もう連呼です、すいません。いやでもこの辺のやっぱりトップグレードの車はいいっすよ、やっぱり、うん。え、でもこれあれなんすね。あれ、これキックダウンのやつがないの当たり前ですか。何あるでしょ。 あった、はい、ちょっと待ってください。びっくりしました。うわー、これ本当にトルコン。本当っすよね。、はい、まず変速速いし、速い、これバルンっていう、はい、これトルコンの変速の時の音ですか。普通じゃ考えられないね。これいいな、すごくいいっす。でこのサスのストロークもあるし、タイヤも結構割と厚いじゃないですか、はい、だからスポーツプラスにしても全然乗れちゃうんですよ、はい、ああいいですね。硬さっていうか、なんかその突き上げないっすよね、うん、ないですね。低速でのやっぱりこう0から30キロぐらいまでのこうバタつき感って正直多いと思うんですけど、やっぱりタイヤですよね。確かにだと思います。あ、コンフォートにすると全然超マイルドですね。ね、すごく乗りやすいです。ちょっとあとブレーキを試したいんですよね。はい、といいな。本当に V8 じゃないみたいですね、うん、実は V8 じゃないんですよ。え、本当ですか。いや、嘘です。あとでも BMW のこのあれ演出してるらしいですよね、スピーカーでやっぱり、うんうんうん、音らしいです。でも全然わざとらしくない、うん、でも話飛んじゃうんですけど、はい、M3 で、はい、V8 積んだじゃないですか、はい、あ一瞬、はいはい、あれ乗った時もう賛否両論いろいろありましたけど、乗った感じ本当 V8 のドロドロ感ないし、やっぱり BM ってそういうのちゃんと考えてはいると思うんですよね。重量配分も当然すごくいいし、 V8 といえどもあの6気筒に匹敵する軽さでエンジン作ってたりとか、だからこう軽くだけではないんですけど、その重量物の重心の位置とかっていうのをもう本当神経質に考えるので、特に50対50にこだわってるんですよね。こだわってますね、フロントミートにこだわってるので、だからハンドルも何ですか、ステアリング切り込んでた時の挙動も極めてニュートラルですしね。でそのニュートラルを保ってるスピード領域も結構高いので、そこからまあまあ普通にこうパーシャルで走っていればジャックアンダーってよく言われるんですけど、そんな雰囲気ですね。まあでもちょっとこの辺のファンが多いメーカーとか車種に関してはなかなか難しいですよね、はい、うん、そのメーカーの出した答えが必ずしもその市場で受け入れられるかどうかってまた別の話じゃないですか、うん、そうですね。でやっぱり売れないと車作れないし、うん、それはもうメーカーとしてのジレンマもあると思うんですよね。ですよね、はい、本当はこうしたいけどっていう、うん、いやこれはいいわ、うん、やっぱりでもこの
クラスの車は、まあ、ある程度その自分に合う合わないはあったとしても、うん、ダメな車ないっすよ。ないですね。ないっすよね。はい、当然国内のメーカーの車両もそうですけど、ドイツ、イギリス、この辺はもう間違いないでしょうね。でだからってイタリア、アメリカがダメってそういう意味じゃなくて、やっぱりこう癖の問題だと思います。そうなんですよ、はい、あとはそのね、はい、どこの国をメインとしてするかにもって相当変わってきちゃうので。はい、ちょっと高速で踏めなかったんですけど、はい、あ、ブレーキは、うん、あ、割とマイルドな、うん、あ、でも全然超効きますね、うん、これなんか変わらないですよ、 BM ってこの車重でも不安ないっすよ、うん、重要ですからね、ブレーキは重要です、はい、だってブレーキしょぼい飛ばせないじゃないですか。そうなんですよね、はい、うん、そう、当然ブレーキありきで飛ばすわけですから、ね、飛ばすってあんまり言っちゃうとね、なんか速度違反するみたいな。まあまあまあ、そうなんですけど、でもその加速域において、はいはいはい、ブレーキ重要っすよ。そう、安心感があってこそ踏めるわけですからね、アクセルを。慣れました、ステアリング。慣れてしまいました、うん、最初っていうか、あんまり乗る前はこう BM ハンドル太いなと思って、もうちょっと細い方がいいなと思ってたんですけど、これはこれで、うん、素人ですね。最近本当に立て続けに M4、はい、M3 と乗らせてもらってるんで、はい、うん、そうですね。申し訳ないんですけど、はい、人間工学に基づいてますから。ああ、そうですね。わかりますか。はい、わ、はい、かりました、はい。そうですね。なんとなくいろんなところ結果自然なんだよね。そうですね。はい。突出してないけど、はい、そこがいいところなんですよ。ちょっとこの取り回し。いや全然僕悪いと思ったことないですよ。え？嘘でしょ。何言ってもって。いや肘川さんの言う通りだな。ああ、そうですか。はい。普通にこう SUV とか。うん、当然 G クラスとか GLE とかポルシェカイエンとか乗ってるじゃないですか。その中と比較して、え、なんか、え、そうなのみたいに、取り回し悪いねって言われちゃうと、へえ、そうなんだって思っちゃうんですよ、僕は。嘘レビューでした。はい、はい、全然普通ですよね。いや、もっと全然、うん、3車線ないと U ターンできないかなと思ったんですけど、はい、普通に全然今2車線で U ターンできましたね、うん、なんか普通のセダンとか乗ってるみたいですよね。そうですね、はい。あと最初に話戻っちゃうんですけど、はい、やっぱり運転席の方が気になりますね、ワイパー。運転席も気になる。運転席もか。運転席も気になりますね。あ、そうか。僕ね、こう何もないところでここが出てるから助手席の方が気になるかと思ったんですよ、運転席立ってる時、はい、意外と運転席からもこれで気になるって感じですね。気になりますね。あれだね、多分ツッチ座高高いから俺と違って目線。でもこれあれじゃないですか、一回言われちゃうともうずっと気になっちゃうパターンじゃないですか、これ、はいはい、なんか俺の話遮っちゃって。なんかどうすか、感じが。すいません、薄いでしょ。すいません、はい。でも、はい、そうは言っても、はい、逆に言うとワイパーがそれ見えちゃうって視界がちゃんと広いからなんですかね。あ、なるほど。こんなに寝てるガラスなのに、なんかそれをこう動画の皆さん、見てる皆さんにこうお伝えしたいなと思って、なんか僕すいません、カメラとかなんかこう見たの。ちょっと一般道だとすいません、はい、スポーツプラスだとダメです。辛いですね。はい、スタートが良すぎちゃうんで、はいはい、オートモードで。あ、オートにしてます。はい、そうですね、うん。一般道だとちょっと扱いがちょっと。はい、あと思ったのが、うん、このボンネットが見えない。うん、傾斜がちょうどいいんで。そうですね。なんか視界妨げないし。そうっすね。なんかこう、なんかね、なんすか。どうなんだ。だからこれ狭い道はどうなのかなと思いますね。あ、本当ですか。うん、僕は全然違和感ないです。で、ただ気になるのがさっきの首都高とか高速道路の車線変更とか、はい、ブラインドスポットがすごい気になります。しかしこれがついてるので。ああ、はいはい、はい、安心です。なるほど。でやっぱりドアミラーの視界もいいし、うん、よいしょ。あ、1個早かった。上がった。あ、いいのいいの。いいですか、うん、ああそうだ、早かったね。よいしょ。ドアミラーの視界いいでしょ。いいんすよ、縦長だし、ね、そうなんですよね、はい、このデザインなのに縦長だし、うん、ね、この先、うん、ウニクルです。
そうっすね。あ、確かにそう。ブラン、何？え？何？あの C ピラーの、うんうん、あの周辺がちょっとそう絞られてるんで、はい、はい。そうですね。そうなんです。ちょっとその辺の視界が悪い。うん。だから逆にこのブラインドスポットのこのありがたさが効いてくるというか。うん、そうなんですよ。だ視界が悪い分このミラーでカバーされてますよね。ちゃんとそうですそうです。ミラーと機能で。そう。だから昨日というかあの、はい、前回撮ったその M3 の撮影の時にその C ピラーの曲線、はい、土がなんか言ってたやつ。ホフマイスターキンクです。ああよく覚えてますね。はい。はい、でもあれもまさにこれですよね。そうそう本当そう、うん、あれがあることによってこのスタイリングが完成しているという、うん、そうですね。ありがとうございます。はい、はい、というわけで車の紹介は以上になりますけれども、土方さんの方からお知らせが。はい、まあ、日々こうあのお店にいてお問い合わせとかいただいてるんですが、意外と多いのがこういうふうにな生活でお子さんがいらっしゃって奥様も持って自分も楽しく乗りたい、いろんなこう、使用用途あると思うんですけど、そういう時にお客さんこう困って、どんな車買ったらいいんですかね、予算どれぐらい考えればいいんですかねって結構言われるんですよ。なので、まあ、動画を見てらっしゃる方でもあのうちにない車でも、逆にこういう風なイメージなんですけどどういう車がおすすめですかっていうお問い合わせ相談もどしどしお受けいたしますので、名古屋店にビシビシ電話いただければ。本当にある車、商品車のその在庫車両だけじゃなくって、はい、オーダーでこういう車欲しいんだとか、そうですね、はい、もうこういう使い方なんだけど何がおすすめですかなんていうのも、そう、もう何でも全然 OK です、はい、もしくはもう車に関係ない話も、そう、はい、土方さんに何でも送っていただければ、はいはい、あとはパーツありきでこれをつけたいんだけどどんな車に似合うっていう、ね、はい、うちの得意分野ですし、ノーマルで乗っていただいてもいいですし、全然もうお車に関することならどんどんお問い合わせいただければ。特にカスタムありきであればそれ含めたそのオプションの選択とか、うん、そうなんですよ、はい、いろいろ多分お話ができると思います。そう、このオプションはいらないから、じゃあこういうふうに買いましょうとか、こういう社外品でこんなのつけましょうとか、ね、あ、そうです、それもできるので、はいはい、もうとにかく何でもボンド名古屋までご相談ください。今回ご紹介させていただいた車両の詳細は動画の説明欄からご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。